そうですね。ちょうど2年前ぐらいかな、2年前ぐらい、約2年前ぐらいに、このヴィンテージウルトラっていうやつを購入して、そっからずっと使ってますね。ヴィンテージウルトラって、てかダークグラスって結構 B7K が有名で使ってる方多いと思うんですけど、僕はヴィンテージウルトラの方がキャラクター的にはすごい好きで、歪み方が B7K に比べて結構ミッドに寄った感じがあるので、そのバンドアンサンブルの時にすごい相性がいいというか、 B7K よりもハマるイメージですね。その僕よくスラップを多用するんですけど、その際に使える、まあそのスラップ用エフェクターみたいなのをずっと模索してたというか、ずっと探してて、でそこでまあ今回ダークグラスからまあこういったものが出るっていうので、まあ試してみたところすごいハマったというか、これこれみたいな感じになったんで導入させてもらったって感じです。このキャラクターっていうつまみがあるんですけど、これを完全に左に回しきってると、まあベースの弦音というか弦音に近い音で、これどんどん右に回していくと結構のスラップ向けな音になるというか、僕のベースってこれアルダーローズのジャズベなんですけど、それがだんだんアッシュメイプルみたいなニュアンスになっていくイメージですかね。じゃあまずハーモニックブースターをオンにしてない状態からいきますか。こんな感じです。じゃあハーモニックブースターをオンにしてみましょという感じです。じゃあちょっとキャラクターのつまみを徐々に回していきたいと思います。これが今左に回しきった状態で、センターにしてみると、もうちょっとかっこいい感じになりましたね。はい。じゃあこれ右に回し切ります。クソ強い感じになりました。